はい、上着を脱いで、腕めくって、ラウドラの、ラウドラの、お待ちを、ラウドラの、これの、これか、豪絶究極、間違えた。ラウドラ、豪絶、どっちもいいんだけど、ラウドラ豪絶級の究極、これまだクリアしたことないので、これからやっていきたいと思います。倒し方とか分かりませんけど、今持ってるキャラならどうにかなるんじゃないかなと思ってやってみます。じゃあ早速、まあこんな感じのキャラがいいようです。じゃあ行きます。ソロ、あれ一番いいの何だったっけ、忘れちゃいました。めんどくさいけどもう一回見ます。これか。ケロンアルファで。ます。これかな。これだね。履歴。俺やってるんだね。他。持ってない。アルセ、なんか戻すのめんどくさいから、これ戻すっつか、変えるのめんどくさいから、これでいきます。よし、ゴー。怒れる命。そう、モンストの悪いところは読めない感じが多い。これはね、良くないと思う。なんだろう。モンスト離れする人の約、3割、4割が漢字読めないからっていうデータが、あるとか。だって、だいたいドクロは、倒していいとか、いいか悪いかが、倒した方がいいのかな？どうなんですかね。すごいね。これ倒した方がいいんだね。そう。あ、これ何回か当てなきゃダメなの。こういう感じで大丈夫ですね。だから黄色いのが出てるから、あとドカーンってやつだ。よし、わたわた。おっつ。そうかな。そうそうそう。向かっていいんだよ。危ないね。早速。これいったね。よし、ありがとうございます。ステージいくつまであるか分かりませんが、ステージ1まずは突破しました。ちなみに課金はしたことないです。もう何年やってんだろう、5年か6年か7年か、そんぐらい。そんなやってねえかな、6年ぐらいやってるのかな。やってて、オーブ食べては回すをやってるから、それなりのキャラはいっぱい持ってます。さあ、ステージに行きます。わかんないけど、これだけかな。苦戦になりました。
弾を壊した方がいいのかな、こうなのかな、その前にこいつらやっつけてもいいんじゃないのかななんて思うけど、まあ行ってきます。ダメでしたね。あ、これ回復した方がいいね。だからハート踏みつつ、だからこういう感じ、いきます。で、友情じゃダメなんだね。友情じゃ削れないみたいです。危ないです。そうなるとこれスピードアップのキャラっぽいから、こっちに当てて落ちつつ、もうちょっと、あった、ダメでした。これイラッ、この紫の人の SS が周囲に張った結界の中をかけ、ほらほらほら、この肝心とこわかるかな、ストライクショット、山鹿流心深海爽快の行間っていうのかな、こんなん普通読めないよね。あ、そのほら紫のところもそうだけど、冥府に新風新風起こす思想家吉田松陰とか、こういうのってね、読めないよね普通ね。で、侍はカタカナだから読めるけど、この砲撃型とか、こうめんどくさいね、いちいちなんとか型とかね。で、SS なんだっけ、なんか範囲だから多分だけど、こうピピピって、なんか昔そんなようなキャラクターがいたような気がするね。まあ、いや、いきます。当たれ、これなんとなくでいけちゃうんだね。はい、じゃあステージ2クリア。次はステージ3です。考えてるようで考えてないです。わかんないけど、とりあえずこの辺、友情はあんま意味なかったけど、当てたくなる、この心情的にこう当てて攻撃策になるのがモンストです。引っ張るだけで簡単みたいな大モンストはだと思います。じゃあよし、どうなの。あ、これあれか、よく見るとなんだ、違う2体2体になってるのかなみたいですね。全部4体同じかとか違いますね。じゃあ、スピードアップに当たるな、これがね。どうどう、あ、いいんじゃないね、だと思います。で、体力減ってきたので、またハート、こいつが変なビームみたいの出すから、ビームなんだかなんだか、こうね、バーンってやつ出すから、いきます。回復と同時にこいつを倒す、ほら、これでもう安心なのかな。で、こうかな、いきます。よしよしね、今思いっきり偶然入ってくれました。コーヒー飲みます。はい、ステージいくつだか忘れました、4かな。スピードアップの人に当てます。あ、こいつ減らせる、だいぶ減ったんだ。
す。どうした？どうした？どうした？羽がついたよ。早くなったの？遅くなったんか逆か。よしよし。だから、あ、そんでこの下の炎っぽいのが速いやつだから。誘導関係ない。だから、あ、これいいね。スピードアップ。当たらない。当たった？遅くなってなくね。よくわかりませんけど、これボスなんだかな。上のやつを早めに、あ、ここ入るとありじゃない？こう。そうすればなんかこうなってくれるんじゃないの？どうか削れ。あ、ダメなんだね。ここで上の方でカン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 って、ね、そんな感じがします。これはスピードでこう、こんな感じ？そう、入らない。入った。あ、ダメ。あ、でもなんかいい感じだね。あ、いいね。はい、結果オーライです。ステージ、え、いつだっけ？ 5？ わかんないです。あ、これ、なんかボスっぽいのが隠れてる。バージョンです。わかんないけど、このスピードのやつに当てます。これ同時に倒さないとダメなやつかもしれないですけど、ね、ほら、でもそのおかげ、なんだかなんだか知らないけどボスが出てきたので、またスピードアップしてて、まあ見ての通り、なんか友情じゃカチ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 言うだけみたいです。で、要は直接ガッツンコツン当てなきゃダメなんだから、こいつのスピードアップに注目して運よくこう削るみたいな。これでね、半分削れたので、また同様に、こいつはどうしようかな。これの友情は意味ないってことが分かったんで、じゃあこっち。こうなると変な、あ、まあいいや。こっち。いいんじゃない？あ、でも崩れてから、もしかして、バリアみたいなのが取れてからの友情は効くのかな？あの、さっきも言ったけど、モンスト始めても5年か6年ぐらい経ってるんだよね、多分ね。息子に無理やり、あの、パパこれやってみなよって入れさせられて、モンスト始めてもう5年か6年やってて、子供たちはもう1年ぐらいですぐやめちゃったんだけど、まあそんな話はさておき、いまだにこの、なんつうの、ボスのところに1だの3だの4だのって書いてあるけど、意味わかりません。なんかしてくる時の合図なんだろう。理解は。よし。これです。おボスかな。あ、来たね。この45ターン、このターンが多いと敵は強い可能性大です。これで普通に立ってカン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 ってやれば削れるんじゃないの？それともあれかな、雑魚処理した方がいい。このスピードアップでこう当たるように突然こうガイドが出てるので、えい、なんか得た今ので、なんかなったんだけど、ちょっと待ってください。誰か来たようです。うちの奥さんです。次はまたスピードアップに当てるように、笑わないでください、真面目にやってるんだから。声を張らないと録音が、俺の声がよく聞こえないことが分かったので声を張ります。
このスピードアップに次は当てます。ペッ、あ、だい、これだい、あれ透けてないかな、敵透けてんのかな。いずれにしてもいい感じなんだろうね。だからこれでこのやつに、あ、いいね、これいいね、これで、あれじゃない、あとはボスだけみたいな感じ。おお、これどうした、なんか増えたけど、これでまたこのスピードに当たるようにピッ、どうだこれかな、同時かな、またお復活しないタイプね。そういう時はでも、これもまだわかんない、これこうそのまま当たってくれるのかな。でスピードアップ、やった、あ、ダメだったら、あ、こういうの一番嫌いだね、これこういうの嫌いだね、こういうのがあるから嫌いだね。これもスピードアップ、こうハート踏んでから行くみたいにやります。ドン、どうだ、あ、なんか削ってるよ、いいんじゃないの、結果的にね。基本的にあのボスがプルプル震えてくると危ないです。これはね、触れた味方の減速率を一定期間緩和する。何言ってるか分かんないです。それなんでアルセーヌつんだよなに当てる感じで、なんか思ったら違う動きだけど、ちょっと削ったからよしとします。回復もしたし、そしたら次は、おっと、危ねえな、あ、ここであれじゃないの、ほら、なんつうの、じゃあ、ほら、あーで、ほら、ほら、出てた、多分ね、昔ね、こんなようなキャラいたんだよね、なんかプロレスラーっぽいのがいたような気がするんだよね。いや、それなんで、スピードアップも一回当てつつ、ハートも踏めるし、こういう SS します。ストライクショット、メイクにありても悪くない、心に、お、いいんじゃないの、すごく、どうだ、ほら、すごくいいよね。なんでほらね、すごいいいよね。じゃあコーヒーいただきます。15分も経過してんの、北斎っていうか、まあいいや。次は、わかんないけど、スピードの方がいいかな、これ。この人ってガイド常に出るかい。こういう力。あ、そうそう、あとね、魂の紋章ってやつ、いまだによくわかってないです。この辺やればスピードのやつに当たってくれるような。当たってくれますよな、ほら当たってくれたし、ね、削ってくれたし、いろいろ、あ、だからこのなんだろうな、フレンドに来て使わせていただいてるこの木固めつむってる人のスピードに当てることがコツかな。まだクリアしてないけど、あ、これ透明になってんのかな、透明なのかな、まあいいか、透明だろう、よし、こう、ほら、で、これ当ててればどうにか、ほら、一気倒したからよしとしましょう。で、次は復活する系なので2匹同時倒せるように、まあこんな感じかな。ほら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 、ね、こうなんで、あとはまたフワ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 ってなる、やっぱなるので、でも
これも雑魚から倒した方がいいのかな、わかんないけど、とりあえずスピードの人に当てる。で、ますと、なんか結果オーライになるので。そう思うとさ、スピードの人がいれば誰でもいい。この固めの積もってる子がいれば誰でもキャラいいような、良くないような気もしてきちゃいます。こう当てるとあんまり経験上良くないような気がする。こんなような感じ？感じで。違ったね。あ、でもいい感じだね。あー、そうね。思った動きと違ったけど、良かったです。倒しました。お、気づけば、なんだ、次、最後？なんかね、録画すると BGM が消えちゃうんで、なんか、でー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 みたいな、終わりだよーみたいなの音楽が流れないので、ちょっとわかんないですけど、これいきなり SS っていいんじゃねえの？ダメなの？だってもうボスに近いんだし、力のマークついてるしさ。あ、ちなみに、モンスト始めた頃、この腕のマークが、子供に友情友情って言われて、友情ってなんだよって話してよ。この腕のマークが友情ってやつの状態なんだと思ってました。これ、こう打っていいんじゃないの？ね、カン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 っていくんじゃないの？こういう感じで。やってみます。レッツゴー。諸君、冥府にありても忘れるな。心にそぼえ、山手魂。その、スイッチが当たって。おお、倒したじゃん、ほら。やりました。簡単。簡単なんだね。やっぱ、引っ張って遊ぶ、ね、モンストはって言ってるので、これ、ね。まあ、足跡はいつまでついてるんだろうね。まあ、これで、15分の1？よ、まあ、よくわかんないけど、こう、とりあえず、初クリア報酬でオーブ2個ゲットってことでね。こう、なんだっけ、よくわかんないけど、これをこう、軍曲にしたりとか、そういうのは、おじさんは興味ないので、とりあえずオーブがもらえればよかったので、クリアできてよかったです。なので、終わっちゃった。まあ、以上になります。なんてやつ倒したんだか忘れちゃったけど、豪絶のクリアしたことないやつの攻略方法でした。あ、個人的な攻略方法でした。以上です。バイバイ。